はい、どうも皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、うすくしちょうです。今回が生声動画の初の動画ということで、はい、まあ、はい、声を出し、自分から声を出して動画を撮るっていう、はい、初めての動画です。はい。まあ今日はいろいろとなんだっけ、スルッと関西のバス祭りで買ったものを、まあ、紹介といいますか、そういうことをやっていく動画です。まあタイトルで大体分かってる人多いと思うんですけど、はい、じゃあ行きましょう。誰に向けて行ったんだろうな。まあいいや、じゃあまずこれから行きましょうかね。はい、これがね、はい、この大阪空港交通さんでしたっけ、のなんか乗務用時刻表ですね。乗務員時刻表といいますか、さっきみたいに59の乗り機宿の航路です。これが8時10分に出航して、最終入庫が21時43分。路線が阿部野線、ナンバー OCAT 線、京都線と、新大阪線、阿部野線、あとは空です。まあこんなもんです。はい、200円でした。では次行きます。はい、これがまた時刻表なんですが、あ、こっちにありましたか。これはね、あれですね、尼崎交通事業振興的な会社だったというわけですが、まあ阪神バスのお友達、阪神バスの尼崎市内線と同じお友達ですね。ちょっと僕今さら滑舌が悪いんでよろしくお願いします。まあこれもまあまあ用に入って、まあはい、さらっと流しておきます。はい、500円でした。で次がこれですね。はい、押しボタンです。これは京都京阪バスさんです。で300円でした。まあ特に何もならずボタンです。はい、行きましょう。まあ、これはあれですね、伊丹市交通さんで、交通局さんで買ったんですけど、まあですね、ドアのスイッチですね。まあこんな感じで、押したらちょっとだけストレス解散になるという、ストレス発散だ、ストレス発散になるっていうのやつです。はい、次行きましょう。で次がね、これ自分で故意に買ったわけじゃないんですけど、ガチャガチャやったら出ました。はい、高槻市営バスのリアルペーパークラフト、48分の1のスケールらしいです。まあ組み立て難しそうですね。まあテスト期間終わったら組み立てましょうかね。で次がですね、なんかあったかな、かまあ特にはないですね。買ったというものはないですね。はい、まあ次がまあここから先はまあ一回グッズという名のところに入ります。まあまずこのお布教は袋になるからやっていきましょう。まあほとんどバスコレなんで、はい、まあ1個目が、はい、阪急バスさんのやつですね。エアロスター買いました。はい、エアロスターです。まあこれも後で開封しましょう。でまあ次が、はい、またバスコレで、今度はですね、エルガですね。これ三重交通さんのやつですね。交通さんの、はい、エルガです。これも後で開封しましょう。で次が、ここはまあバスコレじゃなくて、はい、オリジナルサンドバス、高尺交通さんのやつですね。
まあ、これが600円でした。あの小田コースさんのおじサウンドバスで800円で十分で安いんですけど、なんかよく値下げするんですよね。値下げしてもらえると言った方がいいでしょうか。聞こえはいいでしょうか。で、まあ、他には、まあ、まあ、他はまあ、はい。いろいろ、はい。今度は、はい、これですね。西場くんですね。の、あの、これもガチャガチャで引きまして。これ、はい。300円だから、なんか一回。これがいくらだったか覚えてないんですけど、これ自体の値段はいくらか覚えてないんですけど、あの、ガチャガチャの値段は300円でした。はい。まあ、これも、まあ、開封する必要あるのかどうかわかりませんけど、あとやつ後でしておきましょう。んで、まあ、次からはまあ、タタでもらったものになるのかなといった感じですが、はい。まず、こちら。はい、割引券のついたうちわですね。あのなんだっけ、京阪7条から京都ステーションループバスというやつですね。これあの乗り継ぎ割引券ついてます。これあのこうですね。これ穴開けないと使えないんですよ。何言ってんだ俺。なんかもう自分でも何言ってんのか分かりませんけど、で、次が、ティッシュです。二つあります。はい。で、次が、ちょっと待ってくださいね。なんかあるかな。あ、これでいいか。はい。ちょ、めっちゃ覆っちゃられてますけど。まああれですね、南海橋情報号外でございます。これはですね、なんかあのどっかなんだっけ、あの来た時に配ってたんでもらいました。はい、連接バスのことが堂々と書いておりますが、うちの近くにもね連接バス走ってるんですよ。まあそういったなんか地元がバレそうな気がするんですが、まあはい、連接バスが走っているところといったところですね。これね、絶対地元バレますよ、これ。京都の近くで連接バス走ってるって、もうかなり少ないですからね。関西で3社だったかな。ここと、奈良交通バスさんも走ってましたか。そういえば走ってました。4社か、じゃあ。でも、これどこだっけな、あの、なんだっけ、ジャンプじゃなくて、メルセデス・ベンツ製のやつは確か3社だってない気がしますけど、なんかいろいろ書いてありますと。すげえ車走るやん。まあなんか、なんだ、ナッチの広告です。まあ他にもなんかいろいろあるんですけど、あ、これも紹介しよっか。これはあの、大阪メトロさんですね。これなんかいろいろもらいました。あ、そういえば、メトロさんのやつじゃないんですけど、なんか黒猫メンバーズのうちわもらいましたよ。黒猫メンバーズです。まあ、黒猫です。まあ、はい。これ大阪メトロさんのやつですけど、まあここら辺は全部広告ですね、ほとんど広告。あ、これサマンデチキット話を相談してます。ひでえやつだ。んで、まあこんな感じかな。まあここからがですね、まあはい、ウェットティッシュ大阪メトロの、これ使いにくいな。はい、これ色鉛筆ですね、大阪メトロの。学校で使いましょうかね。色鉛筆をって話ですけども、はい、大阪メトロこっちですね、表です。はい、自由帳でございます。まあ特に何も書いていませんが、あ、下に大阪メトロって書いてますね。ちょ、あ、えれ、ちょ、顔バレする。はい、大阪メトロ
マークとローマ字で書いてあります。ローマ字か英語かは分かりませんけど、まあ何も書いてなく白です。はい、自由帳ですね。まあまあこんくらいですかね。あ、これもあるわ、結構あるやん。これが何や、運転士になろうってやつですね。まあ僕はまだ就職できるような年齢じゃないので、まあまだですね、まあ、何年後かですね。でこれさっきのこれですね、これ京都京阪バスソンで買ったって言いましたけど、それと一緒になんかバスツアー旅うららの広告がついてきました。なんか宇治茶バスで行くやつもありましたよ。でこれですね、これドリームスリーパー、あの両備バスさんのブースにあったバスの車なんですけど、あれですよ、あのペンが見つからなくて書かなかったやつっていう理由がひでえ、問題は見つかったんですけどね。でこれもなんかコピーしてもらいました、データにドリームスリーパーの。ドリームスリーパー確かスーツさんやってましたよね。まあいろいろ書いてみますと、何でしたっけ、なんかあのスーツチャンネルで一番視聴回数の多い動画でしたっけ。まあこんな感じですね、紹介だけは。まあ後で開封ですかね。はい、後で開封します。まあそこら辺は多分カットかな、一緒の動画になるかな、わかりませんけど、まあ一緒の動画になると思うので、まあここでカットを入れます。はい、あのもしカットにならなかったとしたら、テロップでご視聴ありがとうございましたって書いてるはずなんで、まあ、多分大丈夫だろうと信じております。何が大丈夫なのか分かりませんけど、はい、ではカットします。ありがとうございました。そういえば忘れてたんですけど、こんなの買いましたね、和歌山バスの富士白浜バスで和歌山バスの富士白浜バスでも買ってます。これも500円でした、安かったんでね、買ってましたよ。このタイプのやつね、実際ね、うちにね、もう一本ほらあります。はい、遮断棒です。はい、まあまたオタク度が1増したということで、はい、まあもう一回カットといきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、あのカット終わりまして、ちょっとあのご飯の食べてきたので、まあ、これからちょっとグッズの開封ということでやっていきましょう。じゃあまずこちらですね、阪急バスのバス、これから開けていきたいと思います。まあ、多分開封は無言になると思います。このタイプのいいもの保存しにくいんですよね、いいものというかカバーっていうか何でしょうか、出し方雑すぎるね。はい、出ました。ん、どうなってる、まあいいや、これですね、ピントが合わない、まあ行き先は顔にしばすためだけなんですけど、ちょっとピントが合わないですね。頑張れば合いそうだが合わないっす、ちっかいな。それにしても、まあ番号がか3674って書いてありますけど、上の番号は読めないですね、ちょっと。あとなんか付属で部品がついてきてるんですけど、これ1個だけですよね、まあいいか、まあ、これはまあ気分でつけることとしましょう。まあ置いときましょうか、まあこちらに置いておいて、まあ次宮古っていうのやつ開けていきたいと思います。まあ、こちら付属部品も何もないので、
はいと。はい、こちらですね。お、おちゃぴと会いましたけど、読めねえ。多分、三重200か1114って書いてあるんですかね。まあ、行き先はまあ、名古屋行きということで、免許維持路線だそうです。まあ、四日市と学園に行くときはまあ、近鉄使います。近鉄なり JR なり使いますし、まあ、わざわざバス運行するにはね、めちゃめちゃいい。なんかもう、なんかかわいそうになってきた。すいません。申し訳ないです。まあ、次が、高尺交通のサンドバスですね。たまたまカッターがありましたんで、これで行けます。あ、意外といった。どっちだっけ、こっちでいいか。にゃはい、ちゃんとまあ蓋は閉じておきましょう。まあこんな感じでディスプレイに入ってたわけですが、はい、まあこんな感じです。まあ一応まだこれがあるんで押しても何もなりません。まあ一応もうこんな感じですね。まあちょっとじゃあ電気抜きますか。はい、抜きましたね。ちょっと音が鳴るはずです。まあこんな感じで光ります。ちゃんと本日は高速バスをご利用いただきましてありがとうございます。音人変わりましたね。そういえばこれ人というか、なんかあの半壊電車と同じ合成音声になったんでしたっけ。確かそうだった気がします。次止まります。ご乗車ありがとうございました。めっちゃ風向いて長いんですね。なんかもう一つシークレット音があるらしいんですが、そういえばですけど、これあれですね、京都市営バスと、あの昔の京都市営バスだけど、14年ぐらいまではこの人だったような、この人だったような気がするんですよ。なかなか乗りませんよね。何やんの？もうやめましょう。なりません。ならないのでもうやめます。一応ここで走るんですよね。途中でした。このタイミングで何の？はい、一応走りまーす。ということで。あれですね、これこうやったら頑張れば。強制的に止めました。はい、では次行きましょう。大きさで厚さがやべえな。まあ次はこれですね。あのただでもらった、ただでもらったって言ったら人聞きが悪いですけど、あの配ってもらった大阪メタルのなんだ、色鉛筆ですね。どんな感じなんでしょうか。プチプチに入ってました。まあ色はまあ別に今使う必要性はないんですけど、のでまあ別に今使わないですけど、要は赤、黄色、ピンク、ちょっと
渋めの緑、青というかどちらかというと藍色、あと茶色ですね。はい、僕の昔のチャンネル名が頭をよぎります。ちょっと書いてみましょう。こんな色でした。赤はね、これいちいち出してたら時間がかかるな結構。はい、黄色です。ほとんど見えません、目視では。カメラ越しからはどうか知らないですけどね。ピンクの主張激しい、黄色ほとんど見えん。なにこれ、はい、薄口です。緑こんな感じですね。思った以上に色が鮮やかな感じがします。はい、まあ見た目とほぼ一緒ですね。はい、まあ半球と言いますか、まあそんな感じですね。まあ書いた文字には特に意味はありません。まあこれはいただきましょう。まあこんなもんですかね、今回紹介するものとしては。なんか今回紹介する必要のあるものとしては、なんかまあ別に必要ねえやろって話なんで、するものとは言いませんが、入らな、これ。入らな。ちょ、ま、やばい。入らないですね。あ、そういえば、あ、まだ紹介しないやつまだありましたような気がします。ん？日本語おかしいな。あ、まだか。まだあるわ。ちょ、すいません。これ、すっぽかして。これですね。これ。ま、紹介にまだ休んでないやつから行きましょう。どこにあったのか、あったかこれですね、はい。京阪共同交通の定規ですね。これガチャガチャでもらいました。これ確か定価で200円だったかな。覚えないんですけど。ガチャガチャ100円でした。なんかこれね、なんか係員さんの胸ポケットから出てきたんですけど、どういうことでしょうか。あ、こっちか。こっちですね。まあ、こんな感じで、なんか透明な感じがします。急に早口になったんですけど。で、次、あの、西バスのタオルですね。ハンドタオル。これも開けていきましょう。これもう、この開封動画だけで10分も経ってるね。はい。多分ね、30分いくと思いますね、これ。はい。まあ、はい。まあ、手触りはまあまあまあ、ということで。まあ、表面結構ツルツルしてる。裏面結構ザラザラしてますね、正直。まあ、はい。こんな感じでした。まあ今回のバス祭りで購入したグッズをちょっと並べてみますか。まあ、物理的に並べられない、さっきのあのなんだっけ、あのさっき紹介し忘れてたあれとかもありますんで、まあおおよそ並べてみまして、はい、おおよそがこんな感じですね。あとなんかプラスなんか弱からやつとか、弱からやつでいいけどもあれです。はい、まあこんな感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価よろしくお願いします。こういうこと初めて言ったな。まあはい、以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。